キバー。行け。ナイスキバー。大丈夫？うん。はい、行きます。543に。ネコニチワワンカルテルです。そしてタパチャルです。皆さん、おはようございます。おはようございます。今日は。FC ジードの練習に行きます。はい、ということで2024年初めての FC ジードの練習になります。はい、はい、今日の目標は、今日の目標は冬休みにやってきたことを発揮することです。はい、冬休みは何を目標にやってきたの？止めて蹴ると、うん、キックと、キーパーのキャッチと、1対1の対応、ね、それを目標に頑張ってきました。はい、ね、冬休みは一度も休むことなく、しっかりとした規則正しい生活とね、朝からトレーニングして頑張ってきたよね。うん。はい。なので、その冬休みやってきたことをしっかりと活かしていきましょう。はい。はい。そして、2024年入ってからは、何を目標にこの1年頑張るって話した？なでしこジャパンに入るための生活をしっかり通ること、ね、その様子は、年末年始に、ね、カノチャレの自主練ルーティーンということでショートの動画をたくさん出したよね。うん、私は小学3年生ゴールキーパーカノチャル。坂道ダッシュの競争はパパチャルが元気の時はカノチャルは3秒後にスタートします。引き分け。今回は引き分けでした。走りの後はストレッチをしてボールを蹴ります。パスは滑らせることを意識しています。次に浮き玉トラップからのパス、そしてゴールキックの練習、最後に欠かさずキーパー練習をします。キャッチの練習がすごく好きで楽しいです。キーパーアップが終わったらシュートを打ってもらったり、1対1の場面など試合をイメージした練習をします。カノチャルは必ずなでしこジャパンのキーパーになります。今日の練習はこれで終わり。また見てね。はい、今年も1年間ね、まずは初回の練習、1日目を怪我することなく楽しくやってもらえたらなと思います。はい、はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、それではレッツーゴーリベンジャーズゴー。試合の動画は MT スポーツさんのベオでお送りします。
のチャルTV ちゃっちゃん。はい、カンチャル。はい。今年初の FCG の練習はどうでしたか？練習がね、一瞬で終わった。一瞬で終わった。楽しかった？うん。ああ、よかった。目標のところはどうだった？1対1の対応もしっかりできたし、うん、ビルドアップの時に止めてくるも意識できたから、うん、目標達成。達成？そっか。よかったじゃん。うん。で、今回の動画は明日の練習まで続きます。はい。はい。じゃあ、時飛ばししましょう。はい。それでは明日へ。時飛ばし。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日は。今日は FCG との練習に行きます。はい。ということで。2日連続の練習です。はい。昨日は2024年初の練習だったんだけど、うん、筋肉痛とかはない。ない、さすがじゃん。冬休み毎日ねトレーニングしてたからコンディションの方がいいのかな。うん、うん、はい。じゃあ今日の目標は、今日の目標はポジショニングを確認しながら細かくコーチングをしていくことです。おお、いいじゃんいいじゃん。じゃあいつもよりも細かいところしっかりねコーチングできるように、あとは風が多分今日昨日より強いと思うけどさ、はい、細かくもだしはっきりとコーチングできる。今日も頑張っていきましょう。はい。それではレッツーゴーリベンジャーズゴー。ファノチャル TV ちゃっちゃん。どうだったテスト？ちょっと難しかった。難しかった。まあでも日頃しっかりと監督やコーチの聞いていれば答えれた問題とかが多かったと思うので日頃が大事だ。うん、OK。 今日はちょっと急遽テストがあったんだけど、ね、これから練習なので、はい、頑張ってください。はい、はい、いってらっしゃい。試合の動画は MT スポーツさんのベオでお送りします。
ハノチャル TV ちゃっちゃん。はい、かちゃん。はい。今日のサッカーはどうでしたか？今日のサッカーは細かくコーチングができて目標達成できた。お、よかったね。うん。あれ？何食べてる？カッパ巻き。と、唐揚げを買ったんだよね。うん。なんで？今、うん、高校女子サッカー選手権をやってるから。ね、決勝戦。藤枝順心対十文字。ね、やってるので、うん。食べながら見て、ね、見終わったら帰りましょう。はい、はい。あ、後半始まったね。うん、今 2-0 で藤枝順心が勝ってます。はい、はい。じゃあどちらの高校もね、応援してね。もしかしたら将来どっちか行くかもしれないしね、うん、はい、ということで、じゃあ見終わったら帰りましょう。はい、じゃあ最後の一言お願いします。いつもコナチェル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンもお願いします。コナチェル5万人目指しているので、ぜひチャンネル登録してください。それじゃバイ。あれ、今年の目標は？あ、10万人。はい、5万人じゃなくて10万人。はい。ね、目指しているので皆さんよろしくお願いします。はい、それじゃあバイ。はい、バイバーイ。おまけ。はい、かんちゃん。はい。おまけです。おまけです。何持っとると？これサッカーのテスト。サッカーのテスト？うん。うん、そっか。何点だったん？20点。はい、ということで今日 FC ジードでサッカーのテストをしました。はい。はい、100点満点で、かのちゃんは20点。うん。まあ3年生以下は最高得点が35点とかかな。うん。うん、で、まあ、低学年の中では20点もカノチャルは上の方ではあったんだけど、高学年はまあ80点とか取ってたしね。うん。で、まあどんな問題があったかというと、まあ簡単なのでいくと、試合の中でボールを触っていない時を何というか。オフザボール。ね、オフザボール。あとは試合中に見るものを5つ答えよ。スペース、うん、相手味方、ゴール、ボール。うん。ね。まあこんな感じの問題があったりするんですが、ちょっと難しいのもあるんだよね。うん、サッカーのプレーは〇〇〇〇〇〇の連続である。これは答え何だったの？解説も聞いてきたよね。うん。何の連続？止めて蹴る走る。うん。ね、止めて蹴る走るの連続である。カノチャルはここを練習試合練習の連続であるとね。ちょっと可愛い答えなんだよね。うん。まああとはちょっと難しかったかもしれないけど、うん、いいプレーをするためにまずはA をする、 A をしたらその中から E、B をする、 B をしたら C をする、この ABC に当てはまる言葉が、まあ A が認知、 B が判断、 C が実行なんだけど、カノチャルはいいプレーをするためにまずは A、 練習をする、練習をしたらその中からいい練習をする、練習をしたら試合をする。ね、こういう可愛い答えがねたくさんありました。で、カノチャルのすごいなと思ったところは全部埋めてたね、空欄を。うん。ちょっと難しかった。まあ FC 自動ではねこういうテストとかもありますので、はい、はい、次回は高学年のように、ね、80点、90点、100点、ね、今日はちょっと100点いなかったんだけどね、取れるように日々の練習からプレーだけじゃなくてこういう知識のところもね学んでいきましょう。はい、はい、じゃあこれをおまけに使います。はい、はい、じゃあ寝ますか。はい、じゃあおやすみなさい。どうした、ちょっとへこんでる？うん、大丈夫だよ、また頑張りましょう。はい、はい、バイバーイ。
見てくれてありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。